はい、皆様こんにちは。今日はね、こちらのね、もちもち生麺、こちらのなんかラーメンのねスクイーズかな、こちらをやってまいりました。さてね、どんなラーメンが出てくるんでしょうか。いや、この開ける瞬間がね、やっぱりねワクワクしますよね。それでは開けてみましょう。はい、では説明書を取り出して、まずはね、何があるのか見てみましょう。もちもち生麺袋入り、全部で6種類ですね。まあ食べ物ではありませんということでね。順番に見ていきましょう。まずは細麺の茶そば、そして細麺のそば、そして細麺のラーメンに焼きそば、そしてつけ麺まであるんですね。こっちはなんか太麺なんですね。うん。あとは太麺のうどんと。さてね、この中からね、何が出てくるんでしょうか。では開封してみます。じゃーん、こちらです。これはね、オーソドックスなね、ラーメンですね。ストラップもついてます。はい、では全体を眺めてみましょう。まあよくあるね、スーパーに売ってるあのラーメンですよね。生麺のね、あのラーメンです。なんか袋から取り出してね、早速お湯に入れてね、もう料理したくなりますね。はい、それではですね、皆様お待ちかねの、触り心地をねチェックしてみましょう。ではね、ちょっと押してみますね。むに、うん、ちょっとね硬いけど弾力があって、うん、まあラーメンのね感覚に似てるかな。うん、こんな感じで結構柔らかいけどちょっと弾力がある感じですね。はい、ストラップ仕様なのでですね、このようにね、まあ鍵かなんかにもね、ちょっとした小物につけられます。でまあね、まあ触りたい時はね、いつでもこうやって触ってね癒されますね。もちもちもち。はい、あとはね、まあこんな感じでね、まあカバンにつけて、まあ俺はラーメンマニアだぜみたいなね、そんなねイメージを植え付けることも可能ですね。まあ自分もラーメン好きなんで、まあこれちょっとつけてみたいですね。やっぱりね、これつけながらラーメン屋行ってみたいですね。はい、それでね、これちょっとやっぱね、こう見てるとね、どうしてもなんか袋からね取り出してみたくなりますよね。ただこれね、ちょっと開かないかもしんないな。これで一つのね製品になってるんで、多分開かないと思います。ただね、やっぱりね、どうしても開けてみたくなりますんで、ちょっとね開けてみましょうか。ハサミを用意しました。ではちょっと切ってみますね。はい、で中身を出してみます。はい、出てきました。これはもちもちですね。おお、これをねそのままねお湯にかけてみたくなります。
なんかね、消しゴムみたいな感じかな。うん。でも消えるかどうかは分かりませんけどね。結構柔らかいっていうか、まあ弾力があって、うん。なかなかいい感じの感触ですね。はい、遊び終わりましたら、元に戻しておきましょう。元に戻して、まあね、これをゲット、戻んないからな、戻んないので、まあちょっとセロテープでねつけときましょうね。はい、こんな感じでね、ここでまた再使用可能です。はい、でもスクイーズの世界もね、結構進化しましたよね。まあ、こんなね、ラーメンまで出てくるとはね、まあ予想もちょっとつきませんでしたけれども、まあこれからね、どんなスクイーズが出てくるかね、まあこういう世界も楽しみですね。うん。まあまた新しいのが出たら、どんどん紹介していきまーす。それでは今日はこの辺で、またお会いしましょうね。それでは、さよならー。またよろしくー。